ボートレーサー。幼少期に僕あのジェットスキーをやってたんですけど、あの親父の趣味の延長線上で僕も連れてってもらってて、それがこう多分水上の乗り物でのこの楽しさっていうのはなんかこうどっかこう頭の片隅にあって、やりがいのある仕事がないかなってずっと探してた時に、たまたまボートレースの CM を見て水上の乗り物っていうのにこうピンときて興味持ったって感じですよね。プライベート、山田裕也、趣味 DVD 鑑賞サーフィン、好きな食べ物刺身、好きな音楽ワンオクロック。DVD とか見てる時が一番こうストレスなく、はい、自然体で折れてる気がします。最近ではお笑い系がすごく多いですね、はい、でお笑い番組見ながら、番組というか DVD 見ながら一人でずっと笑ってる感じですかね。ボートレーサー、やっぱり駆け引きだと思います。その進入の駆け引きからレースの駆け引きもありますし、そこが一番のこう深いところじゃないかなと思ってます。道中の駆け引きっていうのがすごい多分深いと思ってるんで、そこがすごく多分 着順とか勝率にかかってくる一番のこの大きな要因だと思ってるんで、そこをもっとこう注目して見てもらえたらなとか思います。レッツボートレース。